せーの、ナオトです。夏美です。ラッコの森です。グレイル新紹介。今流行りのグレイルっていうブランドをご存知ですか？すごい今ね、女の子の間で流行ってると思うんです。 GRL グレイルっていう、結構プチプラなんだけど、なんか意外としっかりしてるよみたいな、インスタの広告とかでさ、すごいよく出てくるブランドなんですけど、今回爆買いしてみましたので、皆さんに紹介したいと思います。紹介したいと思います。でですね、実はまだ私たちも開けてないので、生の反応を皆さんと一緒にお届けできたらなと思っております。はい。なんで私がこんなに喋ってるの？レディースブランドです。僕のお洋服は一個もないの。じゃあ今から見ていきたいと思います。はい。ほい。もう今トイレットペーパー打ち切らしてて大変なの。トイレットペーパー恵んであげるよっていう方は高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。ではオープン。オープン。梱包は普通の通販サイトみたいな感じですね。楽しみ。めっちゃね、インスタとかで見てたんですよ。最近さ、見たらさ、おすすめにめっちゃ出てくるじゃん。でそれでリールとかでこの商品良かったってやつを見たりとかして、もう結構限られたやつを頼みました。すごい悩み抜いてたよね。マジでリアルに2週間ぐらい悩みました。上からいってみます。まずこちら、じゃじゃーん。スカーツ。スカーツです。なんかすごいラメが入ってる。そうなのよ。でここにさ、最近流行りのダマダマ、こんな感じ、パールか。パール、そう、パールがついてるの。私のこの間のナンバーの衣装みたいですね。なんでこれを買ったかというと、私短いスカートを持っていなくて。確かにミニスカート履いてるイメージないから。そうそう、で欲しかったっていう、ただ単純な理由なんですけど。あなた履けるの？履けるよ。破れない。破れないよ。こちらがですね、インパン裏地付きアシンメトリーツイードチェックミニスカート。こちらカラーがベージュでサイズが M、 1299円になります。安ー。確かにここがちょっと破れちゃってるよみたいなデザインで、これがアシンメトリーっていうことですかね。そういうことですね。1200円でスカート買えるんだね。すごい、ね、GU とかより安いじゃん。じゃあ後から着ていきたいと思います。これまず1点目ね。次、続きまして、はーい、2点目です。ロングスカート、マーメイドスカートです。そうです。これめっちゃね、有名だったというか、すごいリールに流れてて、ずっと欲しいなって思ってたんだけど、これやっと購入することができました。ハイウエストマーメイドツイルスカート、カラーブラックでサイズが M です。ブラックにしたんだ。どっちも買った。あ、そうなの。これが2099円になります。なんか変なちっちっちっちがついてる。本当だ。これ安いからなんかちっ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 て、なこれ何だろうね、布の感じが出ちゃってるんだけど、まあ安いからね、しょうがない。これ値段ちょっと変動するらしいんだけど、その人気の商品とかだったら。今はいくらか分かんないんですけど、私が買った時は2099円でした。すごいね、結構いいらしい。狭くない？なんかウエストとか大丈夫？大丈夫だよ。どんだけデブだと思われてるんだよ。だって片足しか入らなそうなさ。これもすごい楽しみだったの。後から着てみます。はい。次、はい、レザーの、ショートパンツです。茶色いレザー。音が深い。浅かったらさ、もうギュインギュインになっちゃう。ああ、そういうこと。おむつみがあって可愛いですね。これ後ろでチャック閉めれるようになってますね。こちらがセンターラインレザーショートパンツ、カラーがモカ、はい、モカ、サイズが M サイズ、はい、1699円になります。でも全然そんな安い値段に見えないね。見えないよね。トップス白で可愛らしい系、はいはい、になってやろうと思ってこれ買いました。急いで行きたいところですね、春先になっちゃう前に。そうだね。続きまして、ニットですね。フリルのニットです。可愛いんだけど、この袖がちょっとドルマンな感じになってて、なおかつ結構パフな感じの、幅が広め、袖に向かってシュッとしてるので、腕のね、気になる方でもすごくシルエットが綺麗に出るんじゃないでしょうかという感じですね。首元のフリルの感じもキュキュッと詰まってて可愛いですね。こちらがですね、フリルショートニットトップス、カラーがブラックでサイズが M です。1499円でした。安い。こういう黒とかのものになると分かんないじゃない、近くで見ないとさ、質感とか。だけどチープな感じしない
なくて全然ユニクロのニットとかでありそうな感じ。これ結構さ、うん、ちっちゃい。いやちっちゃくないと思う。着たら1500円にしては本当に結構しっかりしてると思う。形が可愛すぎて、うん、これ絶対買おうと思って。ヘビロテできそうですね。うん、オールブラックとかに合わせたら可愛いかなと思って買いました。はい、続きまして、はい、マーメイです。マーメイドスカート、今度は生地感ちょっと違う、割とサラサラした春夏っぽい感じの生地感ですね。これはまた違うもの。そう、これはマーメイドフレアスカート、カラーベージュでサイズが M、はいはい、これ2099円ですね。同じだね、値段は。そうだね。こんくらい鮮やかな色の方がこのさ、ドレープ感というか落ち感が出てすごいいいんじゃないでしょうか。生地は薄いちょっとペラッとしてる感じはあるけど、まあ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 、まあ、着ていくうちにこういうシワはどうにかなるんじゃないでしょうかね。うん、これを買った理由があって、ご飯食べる機会あったじゃん、家族とね。でその時に私いつもパーカーとか着すぎて服がないってなったの。綺麗めのシンプルな色合わせをしたかったの、柄とかじゃなくて、はい、なかったの。黒よりかは白とかの華やか系が良くて、こういうのも一個持っといた方がいいのかなと思って買いました。スカートね。そうだよ。へ、続いてジョンジョンジョジョンジジャン、ニットですか。またはい、こちらニットです。おー、リブ素材のニットですね。肩のところが結構大きく広めに取られてて、肩がちょっとふわってなるようにできてるのかな。着た時のシルエットが面白そうですね。こういうの意外と持ってなかったからいいんじゃないの。こちらがですね、パワショルハイネックリブニットトップス、カラーがブラウン、サイズが M、 1099円でした。はーい、はーい、赤ずきんちゃん、茶ずきんちゃん、お姉さんかなんて、そういうの好き。似合いそうだよ。じゃあ次、あ、お、アウターだ。楽しみだったやつですね、これ。はーい、はーい、こたつの布団ですアウターです。かわいいじゃん。かわいい。すごい。これがですね、ライナー付きパイピングノーカラーコート、カラーがアイボリーで L を購入しました。はい、L で大丈夫なの。なんか一応 L にしちゃった。これが2999円。マジ、うん、3000円以内で買えちゃうってこと。すごいよね。すごいじゃん。中にこれはライナーがついてるってことですか。そう、今季秋冬すごい流行ってたので欲しいって言ってたもんね。そう、こういうの欲しかったんだよ。すごいいいじゃん、2つついてるからお得だね。ね、なんかおばあちゃんのこたつとかに入れそうだけど、こたつっぽくてかわいい、ね、よいしょ、かわいいんだよ絶対。割と僕でも大きかったかもしれないな。かわいいかも。生地は3000円クオリティ出てるけど、よく見たらペラッとしてはいるんだけど、パッと見すごい温かみがあっていい感じ。これが3000円で買えるんだったらすごいいいんじゃないかなっていう感じですね。ね、感じですね。はい、で最後になります。もう最後。最後、なんか本当はね、もう一個届くんだけど、それが2月中旬だからまだ届いてなくて。あ、そう。最後はお靴です。あ、なんか鼻くそみたいについてない。違うよ、これ傷ついてるだけで。ゴミゴミ。鼻くそかと思った。グレイルを注文する皆さん、鼻くそにも気をつけましょう。鼻くそじゃない、ゴミです。風評被害で訴えられちゃう。最後がね、すごい。こういう袋に入ってるのはなんか感じがいいね。じゃんじゃん、じゃじゃん、ヒールブーツです。こちらがですね、ストレッチスクエアトゥショートブーツ、オフホワイト 24.5、 いつも私24なんですけど、なんかちょっと大きめ買うといいよみたいな書いてる方がいたので、今回はちょっと大きくしました。これがですね、1599円です。1500円なんだ、うん、すごすごいよ、マジか。割と安い GU とかですらさ、1500円だ靴売ってないじゃん。ちゃんとしたものを買うときにさ、こういう形買うのって不安じゃん。だけどこうやって1500円試せるのは素晴らしいですね。でも全然見た目もこうやって入ってたら良さげに見えるよね。しかもめっちゃ軽い。ね、軽い、おもちゃみたいなぐらい軽くない、うん、おもちゃのちゃちゃちゃですね。以上、何点だろう、8点ですね。 8.6 秒バズーカです。はい、8点買ってあと1点届くんですけど、はい、合計9点で15,891円でした。安っ。安いよね。あともう1点含めて15,000円。そう、すごいね。すごいよね。9点買って15,000円、1つ1000円ちょっとってことじゃんね。うん、安い。安い。じゃあ着てみたら。うん、ちょっと試着してみます。はい、落下の森。はい、ちょっと大きかったかな。ちょっとね、私165cm なんですけど、ね、うん、L じゃ肩幅的にもね大きかったので。そうだね、普通体型ぐらいの方は M ぐらいでも、M ぐらいで
いいのかもしれないね。別に170センチぐらいの人でも M で大丈夫な気がするな。自分が着ても割とオーバーだなっていう感じはしたんで、オーバーサイズのジャケットですって見たらまあ全然ありっちゃありだなっていう感じですね。可愛いですね。うん、はい、じゃあちょっと中を見せてあげてください。脱ぐとこんな感じ。はい、お、いいね、動きがやっぱ出るね。これもね、ちょっとね、M だった。大きかった。大きかったかも。これベルトとかできないからさ。そうだね、うん、結構きつくても S とかで、うん、ちょっと方が綺麗には映るのかなって。でも全然 M でも着れるから、うん、いいじゃないですか。いい感じ。ニットもいい感じ、イエース。靴も可愛いね。可愛い。やっぱ安くは見えないね。いい感じですよ、うん、はい。それの長さもいい感じでした。はい、ネクスト。はい、2コーデ目。2コーデ目です。いいね、ミニスカートと上のニットのトップス、すごいふわっとしててお姉さん系ですね。ミニスカートがだいぶミニスカートだけど大丈夫そう。結構ミニスカートだと思ったより、思った3倍ミニスカートなので、はい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 、これはご注意。短いのが好きな方はめっちゃいいと思います。うん、いいね。編み上げブーツはね、私物のものをね用意しました。これはめっちゃいい感じだわ。いいね、うん、かわいい、うん、使い回ししやすそう。生地もね、チクチクとかしないから、うん、すごい肌触りがいいですね。回ってみてください。はい、キューピーマヨネーズ。はい、3コーデ目。オールブラック。これがやりたかったんでしょ。そう、これやりたかったの。回ってみてください。マーメイドスカート。ハイウエストの方がすごいストレッチが効かない方、うん、だから M で超ちょうど良かったです。良かったですね。いい感じ。オペラ歌手。オペラ歌手でいけそう。うん、ちょっとどうかな。やってみてください。はい、4コーデ目。チップとデールコーデ。イエーイ。レザーパンツをね合わせてみました。値段の割にやっぱりちゃんとしっかりしてるね。めっちゃしっかりしてる。レザー系はこれお気に入りかも。いいですね、うん、一周してみてください。はい、いいじゃないですか、ね、広さもいい感じだし、うん、なんかギュインギュインじゃなくていいかも、うん、あともうちょっとゆとりあるから、もうちょっと太めのさニットとかでもインできるかもしれないよっていうぐらいですね。めっちゃいい感じです。はい、いかがだったでしょうか。いかがだったでしょうか。すごい可愛かったね、うんうん、めっちゃ可愛かったね。これなんか1000円台で買えるっていうの本当にめっちゃすごくない。すごい。全部がさ、トレンドの形のお洋服だったから、なんかこういう形欲しいな、でも高いからちょっと挑戦しにくいなっていう時とかにすごいいいと思う。なんか安いってずっと聞いてたけどさ、こんなにクオリティ高いとは思わなかったね。思わなかった、うん、しかもカラーバリエーションがめちゃめちゃあるので、ずっと見てられるぐらい、もう商品の点数もいいし、こう見てて楽しくなるので、ぜひ皆さんもね、買ったことない方とかいらっしゃったら参考にして買ってみてはいかがでしょうか。はい、この動画がいいなと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。